いつも大変お世話になっております QCD 革新研究所の中村です。今回は IE 技術を利用することによって納期品質を同時にダントツ化達成を図った例をまとめることにします。先のシリーズでも紹介させていただいたように、まず品質を確立してからリードタイム、コスト、同時に低減すべきです。要はかつて言われた安かろう早かろうは成り立たない時代になりました。このような条件の下で納期をいかに短くするかということになるわけですが、その時に IE 手法を使って無駄廃業とともに技術革新を図るというアプローチがダントツ納期品質対策です。ではこのようなアプローチを具体的に実践した例を紹介することにします。インクス社の例です。ここでは2002年に発表になったんですが、超ベテランを要しても40日かかっていた金型を10日にしました。その後はここにあるような状況を示したわけですが、この元になったのは左下に示した工程分析です。納期短縮はコスト低減にも大きく寄与します。それを示したのはこの図です。同じ期間に2製品製造していたものを3製品製造できるようになると、固定費は3つの製品に分担されるので安くなります。この種の効果が直接的に出るのは特にビル建設や大きな設備政策などに関与しますが、その種の製品に対してはここに示したパート手法を使って低減を図るのが一般的です。それではその種の例を示すことにします。これは霞が関ビルを作るときにトライした内容です。要は徹底的な納期短縮を図ったということで、コスト面でも大きく低減したわけですが、その結果日本では高層ビルの建設が進みました。生産現場においては多種少量生産への要求が高まる中、トヨタ自動車が OR の理論を覆すような内容でここにあるシングル段取りを成功させました。この方式の実現によって一発良品、しかも極めて仕掛かり在庫が少ない生産体制を確立し、納期短縮を大きく進めるという快挙を果たしました。なおここでは簡単に要点だけを示しましたが、詳しくはオンデコシリーズの9番目をご覧いただくと幸いです。さらに品質保証を高めながら納期短縮を図る方法がセル生産という名とともに産業界に広まりました。これはその前段を示すものです。要はロット生産をしていたものをサーキット方式という形で一個流しを実現化した例です。さらに時代が進み、セル生産方式はここにあるようにコンベヤとの比較で進められたわけですが、一個流しを徹底的に行うということで、数個の工程を一気に縮める形、コンベヤ生産に変わる形で変種変量生産に対応する形を生んでいったわけです。以上ここに示した例は全て品質、コスト、納期を同時に下げた事例です。